ハレルヤアメン、アーメン、ハレルヤ。こんばんは、こんばんは、ハレルヤ。俺は神に愛されない、そんなことないですよ。ハレルヤ、ヒカルさん、ハレルヤ、こんばんは。サマーさん、こんばんは。ハレルヤ、イヌさん、ハレルヤ、アーメン、アーメン。リアピーさん、アメン。9時とか他に見たいのがあるんだ。キヨッピーさん、こんばんは。ハレリアまた紫の、あのね、まあその紫多いんですけども、このシャツに合わせてるんですね。このシャツがこう紫なので紫とね、はい、吉原さん、はい、花さんこんばんは、太郎さんこんばんは、アメン、アメン、ハレリア、花さん、牧師さんさっきはありがとう、はい、アメン、アメン、大さんアメン、ハレリア、アメン。ですね、一つニュースがいくつかありまして、一つはですね、あの南京大虐殺ですね。あの南京大虐殺に新しい、証拠が発見というか現れました。ベイツ博士という方がちょうどあの大虐殺の期間に直接記録した文章が、タイプライター3枚分かな、タイプライター3枚分の、証拠が、あるそうですね。ちょっと貼っときましょうね。南京大虐殺の新たな証拠ですね。これが、南京大虐殺の新たな証拠です。新たな証拠ね、もうたくさん証拠がありますね。たくさん証拠がありますから。はい、あやっぺさん、ハレルヤ、アメン、アメン。それからですね、次はですね、次はですね、ホンダジェットって知ってますか、ホンダジェット。ホンダジェットというのご存知でしょうか。あの車のホンダですね、車のメーカーのホンダ、その車のホンダがですね、ジェット機を作ってるんですね。ジェット機で、そのジェット機がですね、ちょっと見てもらいましょう、写真ね。これホンダジェットのジェット機なんですが、よく見てください。このジェット機は非常にあのこう新しいデザインなんですね。で、私がこう見ててですね、私飛行機好きなもんですから、飛行機見てたら、この主翼を見てください。細いでしょ？細い。で、何を言いたいかというと、よく見ると十字架に見えるんですよね、十字架。十字架が飛んでいるという、ね。まあ、十字架ジェットと言ったらいいでしょうか。ホンダジェットは十字架ジェットということで、非常に、十字架が空を飛んでいるという、ね、素晴らしいですよね。非常にユニークなデザインですね。十字架ジェット、いいですね。はい。まあ、普通のね、あの飛行機はもうちょっとこう、なんていうのかな。あの、主翼が太いんですね。主翼が太い。で、十字架、このジェット機は本当に十字架によく見えるという感じですね。十字架。まあ、そういう話ですが。そしてもう一個ですね。何があったかな。あ、これちょっと戻さなきゃいけないですね。もう一つはですね、証が来ておりまして、あ、証が来ております。ちょっと証を読ませていただきます。証、ですね、吉原さんの証ね、吉原さんの証です。数ヶ月前に
過去の罪を悔い改め、イエス様を信じるようになってから人生が変わりました。私はある精神疾患を患っており、人混みの中などが苦手でした。人混みの中に入ると誰かが自分のことを否定するような噂をしているのではないかななどと感じてしまうことがあり、辛い思いをしていました。噂をしている人がいるかわからないのですが、私は彼らのことを憎んでいました。しかしイエス様を信じるようになって、彼ら、つまり噂の発信源を許すことができるようになりました。そうすることによって、人混みの中で被害的な妄想を持つことがなくなり、安心して歩けるようになりました。これが今日の証です。イエス様ありがとうございます。アメン。吉原、皆さん、吉原さん、素晴らしい、証ですね。はい、ヒカルさん、ハレリア、ダイさん、アメン、ハレリア、素晴らしいですね。アヤペさん、ハレリア、アメン。イエス・キリストを信じると、確かに、神の力が働き、被害妄想でも対人恐怖症でも鬱でも糖質でも癒されていきます。癒されていきます。皆さん、私たちはこの伝道部屋でたくさんの人の証を聞いてきたじゃないですか。ヒカルさん、証を聞いて油注ぎを受けています。アメン。イエス様は本当のお医者様です。たくさんの方の証を聞いてきたじゃないですか。聞き続ける必要がありますね。聞き続ける必要があります。私たちはもっともっと聞きたいのです。伝道部屋5年通ってディスカが治りました。伝道部屋5年通ってディスカが治りました。アメン。よかったですね、よかったですね。キューちゃん、この放送を見ていると一日の疲れが取れます。一日の疲れが取れます。アメン。アメン。アメン。割れてる？音が割れてますか？私たちは本当にたくさんの方の証を聞くことができます。数の子さん、おじのがんの手術がうまくいきました。おじのがんの手術がうまくいきました。アメン。アメン。私たちは神の力を見ているのです。神の力を見ています。質問なのですが、キューちゃんの誕生日を祝ったら偶像になるんでしょうか？あまり祝いすぎたら良くないですね。ちょこっとぐらいちょこっとぐらいですね。でも私はね、誕生日はですね、誕生日をお祝いするよりも、イエス・キリストを信じて神の子として誕生したことをお祝いした方がいいような気がしますね。肉体の誕生よりも、霊的な誕生日、ね、神の子として生まれた、それをお祝いしましょう、ね。肉体の誕生よりも霊的な誕生日をお祝いしましょう。霊的な誕生日を喜びましょう。私たちは、神の子として生まれたのです。イエス様を信じて新しく生まれます。私たちは、神の子になったのです。神の子になったのです。イエス・キリストを信じる信仰によって、聖霊を受けて、聖霊を受けて、霊的な誕生日大事ですね。霊的な誕生日です。神の子として生まれたのです。神の子として生まれたのです。皆さん、兄弟姉妹の皆さん、イエス様にお願いすれば腰痛治りますか？治りますよ。私も腰痛治りました、ね。
私も腰痛とこう首の痛みが、歯医者ですからこう下、こう下向いてますからね、こう首が痛かったんですが、今痛くないんですね。腰痛治りました。イエスキリストを信じる信仰で腰痛も治ります。神の子として生まれたことは素晴らしいことなのです。聖霊によって神の子として私たちは新しい命で生まれたのです。肉体の命は、ね、罪人としての命です。肉体の命は、本当の命ではないのです。信仰による命、永遠の命、聖霊様をいただいて、それが私たちの永遠の命です。聖霊様が永遠の命です。イエスキリストを信じる人は聖霊を受けることができます。その聖霊様が永遠の命です。皆さん、私たちは何を喜ぶんですか。この世的な、ね、この世的なものではなくて、永遠の命を喜ぶべきなんですね。本当に大事なのは、本当に人間にとって大事なのは永遠の命です。キューちゃん、お久しぶりです。今日も相変わらず永遠の命が必要なのです。私たちにとって必要なのは永遠の命です。この肉体の命は、永遠に生きることはできません。この世のものは永遠に、この続きません。永遠に生きることができる永遠の命、それは聖霊様ですね。ですからぜひ皆さん、聖霊様を持ってない方はイエス・キリストを信じて、聖霊様を欲しいと思ってください。そしてもうすでに信仰があり、聖霊を受けた方はますます聖霊で満ちてください。ますます油注ぎを受けて、ますます霊に燃えてください。Q さん、今日は私の誕生日です。油注ぎが欲しくてたまりません。受けてください。今日誕生日おめでとうございます。油注ぎを受けてください。求めるものは受けます。聖霊を受けるのです。求めるものは受けてください。アメン、アメン。はい、今日のタイトルは、神様はそれでもあなたを愛している、神様はそれでもあなたを愛している、そうですね。イエス様はすべての人々を救ってくださる唯一の存在だと実感しました。アメン。油注ぎについて聞いても教えてくれない。そうですね、油注ぎをどういうふうに説明したらいいでしょうかね。その神の霊を受けるんですね。神の霊を受けます。イエス・キリストを信じると神の霊を受けるんですが、それはですね、力を受けるということでもあるし、元気になりますし、喜びとか平安に満ちます。油注ぎ、神の命を受ける、神の力を受ける、神の愛を受けるという感じですね。体験しないと分かりませんので、皆さん求めて体験してください。もう本当に油注ぎを
体験している人がたくさんいますね。油杉この放送に来てですね、もう聞いてるとですね、この油杉を受けます。ちょっと油杉をこれ前もやったことあるかもしれませんが、体験した人がどのくらいいるか、ちょっとね、油杉を体験した人1番、はい、まだ油杉を体験していません、わかりませんという人が2番ですね。油杉を体験して何か熱いものを感じた、何かこう解放感を感じた、何か、喜びを感じたという人が1番ですね。はい、リュウさん1番。それではですね、いきます。油杉を体験してなんとなくわかる、これだ油杉ってあれだとわかるね。いきます。サマさん LTL でバッチリ体験しました。1、2、3、 32%、 33%。 そうですね、やっぱりあのイエス様を信じないと体験しないので、まだ信じている方が少ないということなんでしょうか。でも 33%、 33% の人は油杉を受けている。素晴らしいですね。 33%、 3人に1人ですね。3人に1人の方は、体験しているということで素晴らしいですね。素晴らしい。あ、ちなみにさっきのあのホンダジェットのですね、あの動画がありますので、ちょっとついでに、宣伝しますね。ホンダジェットの動画を見たい方はこれで見ることができますね。はい、それではですね、神様それでもあなたを愛しているというテーマなんですが、どういうことかと言いますとですね、何か説明しましょうかね。神様それともあなたを愛している、そうですね、十字架なんです、十字架なんですね、十字架、十字架は、律法学者パリサイ人たちが、イエス様を、この訴えて、ポンティオピラトが死刑にしたわけですが、そしてその十字架の周りで、パリサイ人律法学者たちは罵るわけですね。イエス様を罵って嘲笑うわけです。人間ならですね、そのように自分を殺す者、自分を傷つける者、自分を罵る者を愛することはできません。自分を罵る者に対しては罵り返し、自分を侮辱する者に対して侮辱し返するのが人間です。しかしイエス様はそのように自分を殺す者、自分を傷つける者、自分を嘲笑う者を愛しているのです。イエス・キリストは自分を殺す者のために死にました。イエス・キリストは自分を罵る者のために死にました。イエス・キリストは、そのイエス・キリストが十字架にかかったのは、そのように人間が神に対して罪を犯し、その神様に感謝するどころか、神様を殺し、神様を傷つけるような、そのような人間の罪、そのような人間の罪に対して、それでも神様は人間を愛しているよ、それでも神様は人間を許そうとしている、それでも神様は人間のために死んでくれた、そのような罪人のために死んでくれた。神様に対する罪人を、神様に対する反逆者を、神様に対する冒涜者を、それでも、そのような人たちを愛している。その証拠が十字架だよということです。十字架は、罪人のための
神の愛を表しています。十字架は神様がそれでもあなた方を愛している、暴力を振るもの、暴言を振るもの、神様に反逆するもの、神様に感謝しないもの、神様を罵るもの、神様を冒涜するもの、そのような人間でも、それでも神様はあなた方を愛している、あなたを愛している、それでも愛している、それでも愛している、それが十字架です。それが十字架です。それが十字架です。神様はそのように罪人、悪人、冒涜者、罵る者、そのようなものでも、そのようなものでも、そのようなものでも、神様は愛しておられるのです。神様は愛しておられるのです。皆さん、私たちは十字架を毎回毎晩学んでいます。十字架を毎晩学んでいます。しかし私たちはもっと学ぶ必要があります。神様はそれでもあなた方を愛している、神様はそれでも私たちを愛している、私たちを愛している、私たちを愛している。皆さん、すごいと思いませんか？神様の愛はすごいと思いませんか？改めてイエス様が全てと分かりました。皆さん、こんな愛を見たことがありますか？イエス様のような愛を見たことがありますか？罪人のために、その死ぬという神の愛を見たことがありますか？十字架の力はいつでも新鮮です。さっきは吉原さんが、被害妄想が治ったという証があります。被害妄想でうつが治り、被害妄想で糖質が治り、被害妄想で対人恐怖が治り、その、腰痛が治り、ね、皆さん、それは十字架の、神の愛で、被害妄想が治ったのです。神様の愛でうつが治ったのです。神様の愛で腰痛が治ったのです。神様の愛で皆さんは癒されたのです。神様はそれでもあなたを愛しているのです。神様の愛で、吉原さん、神の愛を感じています。神の愛で癒されたのです。神様の愛で癒されたのです。神様の愛で癒されたのです。癒されるのです。皆さん、ですから神の愛を受け取ってください。信仰で受け取ってください。神の愛を受け取るのです。求めるのです。神の愛を求めるのです。皆さん、多くの人は神の愛を求めていません。他のものを求めています。それが偶像です。お金を求めています。欲を求めています。人間の愛を求めています。それらは偶像です。それらは本当の愛ではないのです。本当の愛は十字架から来る神の愛が本当の愛で、その神の愛が皆さんを癒すのです。神の愛が皆さんを癒すのです。病気を癒すのです。心を癒すのです。人間関係を癒すのです。神の愛が必要なのです。皆さんには神の愛が必要なのです。神の愛が必要なのです。信仰というのは、そのイエス・キリストを信じるということは、神の愛が十字架から来るということを知って、その神の愛を求めることなのです。イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストから神の愛が来るということを
知って求めることなのです。神の愛を求めることなのです。受けることなのです。神の力を受けることなのです。十字架から神の力を受け、愛を受けるときに私たちは満たされ、癒され、元気になるのです。私たちは元気になるのです。皆さんは元気になるのです。十字架によって元気になるのです。十字架によって癒されるのです。アメン、アメン、アメン、アメン。33% の人が神の、油注ぎを体験しています。3人に1人の方が、3人に1人の方が神の力を体験し、神の愛を体験しているのです。もっとたくさんの人が、もっとたくさんの人が油注ぎを体験してほしい、愛を体験してほしいのです。求めるなら体験できるのです。求めるなら体験できるのです。もっともっと受けることができるのです。アメン、アメン、アメン。昨日は求めよ、そうすれば与えられる、探せよ、そうすれば見つかる、叩けよ、そうすれば、ドアが開くという英語を勉強しましたけど、その最後のところに、最後のところにこう書いてあるんですね。求めよ、そうすれば与えられるの最後のところ、ルカ11の13のところですが、こう書いてあります。ここですね。How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? これはどういうことかというとね、求めよう、そうすれば与えられるというところから来てるんですが、天のお父様は、息子がね、魚が欲しいと言ったら蛇を与えるでしょうか、ね、卵が欲しいと言ったらば、サソリを与えるでしょうか、だとするならばですね、その天のお父様は、聖霊をくださらないわけはないでしょうということですね。つまり、何を言いたいかというと、イエス様は聖霊様を求めなさいということですね。聖霊様を求めるならば与えられる、探すなら見つかる、叩くなら開かれるという、マタイにはそれが出てないんですけど、ルカには、この聖霊様が与えられるっていう箇所がついてます。つまりイエス様が言いたいのはここのところなんですね。何でも求めていいんですよ。何でも求めて与えられますが、何でも求めて与えられますが、一番必要なのは、一番必要なのは聖霊様なんです。皆さん、一番大事なものを求めようではないでしょうか。一番大事なものを求めようではないでしょうか。お金ですか、いいえ。欲望ですか、いいえ。この世的なものですか、いいえ。本当に必要なのは聖霊様なのです。聖霊様なのです。聖霊様が一番必要なのです。ですからイエス様がおっしゃりたいのは、聖霊様を求めなさい、求めなさい、探しなさい、叩きなさい。聖霊様を求めるなら与えられるということなんですね。聖霊様を求めます。世界中が聖霊様で満ち溢れますように、イエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じる信仰を通して聖霊様を受けるのです。天のお父様が蛇をくれるでしょうか。天の父がサソリをくれるでしょうか。いいえ、いいえ。天のお父様は求める子供に聖霊様をくださるのです。聖霊をくださるのです。聖霊をくださるのです。ですから皆さん、皆さんにとって必要なのは
そして与えられるのは聖霊なのです。聖霊様が受けることができるのです。聖霊を受けることができるのです。求めましょう、求めましょう。聖霊を求めるのです。心を尽くして、力を尽くして、思いを尽くして、聖霊を求めるのです。聖霊を求めるのです。神の力です。神の命です。永遠の命です。全能の力です。リトルさん、こんばんは、お帰りなさい。全能の力です。受けるのです。求めましょう、求めましょう。神の力を求めるのです。神の命を求めるのです。聖霊を受けるのです。受けるのです。受けるのです。信仰というのは聖霊を受けることなのです。それ以外のものを求めれば偶像なのです。聖霊様以外のものを求めるならば、それは偶像を求めることになります。肉的なものを求めてもそれは良くないのです。私たちが求めるものは、あ、キリちゃん今日はありがとうございました。今日はですね、教会で、何かの方が集まって、集会をしましたね、集会をしましたね。ですから皆さん、聖霊様を求めてください。皆さんは本当に大事なものが何かを知ったのです。そして、聖霊を求めているのです。聖霊を求めているのです。そして皆さんは、神の愛を知ったのです。神様の愛を知ったのです。神様はそれでもあなたを愛している。神様はそれでもあなたを愛している。神様はそれでも皆さんを愛しているのです。喜びましょう、喜びましょう。私たちは愛されているのです。私たちは、聖霊を受けることができるのです。あ、小野さん、こんばんは。私たちは祝福されています。信じを知ったのです。兄弟姉妹の皆さん、喜びましょう。救われたことを喜びましょう。神の子になったことを喜びましょう。聖霊を受けたことを喜びましょう。アメン、アメン、アメン、アメン。それでは証しタイム行きましょうね。証しタイム行きましょう。聖霊様に満たされて人生が変わりました。聖霊様に満たされて人生が変わりました。今日の証は、神様はそれでもあなたを愛している、皆さんが罪を犯しても、神様に、何か、ひどいことをしたとしても、キリちゃん、三位一体の神を信じてますか？信じてますよ。三位一体の神を信じています。父子聖霊ですね。どこでもドアが欲しい。私も欲しいですね、どこでもドア。ちょっと皆さん聞いてみましょうかね。皆さん、どこでもドアでどこに行きたいですか？はい、皆さん、どこでもドアで行きたいところ書いてください。どこでもドアで行きたいところどこですか？やっぱり天国ですね。天国がいいな。天国、LTL、バチカン、町田、イスラエル、造幣局、過去、過去は行きたいですかね。天国、草津温泉、極楽浄土、LTL の屋根、銀行の金庫、樹海、中国、中国いいですね。LTL 教会、ピンポン、神の国、吉原さん、群馬県庁、天国、はい、沖縄、エルテル教会、確かに天国、いいな。大師さんの家、キュウちゃんの家、小野さんの部屋には行きたくない。はい、ね、どこでもドア欲しいですね、皆さんね。天国行ったらどこでもドアありそうな感じがしますね。皆さん、なんか、天国行ったらですね、
どこでもドアありそうだと思いませんかね。どこでもドアがありそうな感じがします。はい、それでは証し行きましょう。ですね、聖書でテレポートした人がいた気がします。あのね、はいはい、聖書の中にねテレポートした人がいるんですよね。テレポートした人いますよ。はい、それではですね、それでも神様が愛している証、皆さんが本当に、神様に愛されてる、十字架で愛されてることが分かった、十字架で愛されてることが分かった、皆さん、それでも愛されている証スタート。それでも愛されている、キリちゃん牧師は聖霊だけを主張してはいませんよね。聖霊だけじゃないけど聖霊を強くですね。サマーさん、 LTL 訪問以来神様の加護を感じます。聖霊様のおかげで神様を信じることができました。兄弟姉妹を通してイエス様の愛を感じました。弟、放送を見た弟が、ごめんなさい、読めなかった。イエス様の愛に気づいてから真実の愛が分かりました。部屋が綺麗になりました。放送時間が変わり、人が減っても神様には変わらないことを知りました。親を許すことができました。心が楽になりました。神様を見守ってくれていると感じます。放送を見た弟が窓を開けて教会に向けてアーメンと叫んでいます。フリースを着なくても温かく感じるようになりました。イエス様を信じたらみんなに優しくなれた。今日仲直りしました。新しい家族ができました。悪く目を許すことができました。十字架で祈り続けたら同性愛が治りました。どんなに失敗しても悔い改めたらイエス様が許してくれることを感謝します。ぜひ今度キューちゃんのところに、いいですよ、鬱が少し楽になりました。信仰を持ってから毎日がびっくりするほどユートピアです。キューちゃん牧師はもっと信頼できて大好きです。神様を信じたら2ちゃんをやめることができました。人間の創造が神を作ったと思っていたけど愛され救われました。油注ぎがだんだん分かってきました。ネットは悪だと思っていたが、このような素晴らしい放送を見れて感謝します。美味しいご飯が食べられました。神の愛で仏教は敵だと分かりました。十字架を知れば知るほど天国の素晴らしさを感じます。進化論を信じた自分を許してください。夜勤のバイトを辞めました。人に優しくなりました。吉原さん、キューちゃんの教会で結婚式を挙げたい。この世界は神が作ったと理解できました。信仰のために仕事を辞めてきました。仕事を辞めて半年経ちました。イエス様の愛で彼女との愛が偽物と知った。永遠の命をいただいたことに感謝です。キューちゃん、なぜ日本はイエス様に否定的なのでしょうか。偶像崇拝です。就職活動しようと思いました。佐野さん、欲望のままに生きてきましたが許されました。
目が見えるようになりました。人を許せるようになりますように。電動放送に出会って毎日がウキウキです。神様を信じたら家電が壊れなくなりました。学会をやめようかなと思い始めました。どんな人格でもイエス様の愛で許されます。偉大なカリスマに出会って心からちょっとずつですが聖書を読むようになりました。キューちゃん牧師、どうして日本の政府はガタガタなのですか。すべての権威が失墜します。すべての権威が失墜します。うなちゃんマンの放送を見なくなりました。イエス様に出会って毎日が楽しいです。キーちゃんの結婚教会で結婚しかけていいですか。信仰結婚ならいいですよ。ニコ玉があるのはイエス様のおかげだと分かった。イエス様を信じたら毎日がクリスマス。イエス様を信じて悪いことなどないですよね。もちろん信じないことが悪いことですね。信じないことが悪いことです。信仰心がもっともっと燃えたいです。アメン。僕は小学生ですが、大人になったらキーちゃんのようになりたい。アメン。イエス様に出会えたことを本当に感謝します。キーちゃん牧師のゲームを作っていいですか。いいですよ。イエス様を信じたら背中のニキビがなくなりました。キーちゃん牧師のように聖霊に酔いたいです。クルーズ乗るのをやめて、キューちゃん放送しか見なくなりました。イエス様のように優しくなりますか？なります。なります。優しくなります。この前、葬式から抜け出しました。アメン。信仰結婚って何ですか？信仰を持った同士で、信仰が目的で結婚することです。人に優しくなりました。人に優しくなりました。ニコニコ星画にキューちゃんの絵をアップしました。何証でしたっけ。それでもあなたを愛している証ですね。僕の教会でも、礼拝放送したいです。試練の中でも、イエス様の愛が来ます。試練の中でも、イエス様の愛が来ます。アメン。
伝道師の先生が許可してもらえたらいいですか。神様の、神のおかげで毎朝聖書を読んでいます。イエス様はいつも我々を見守っているくれてると、くれて愛していると分かった。イエス様だけを頼って生きていきます。アメン。こんなに汚い心の僕でもイエス様が愛してくれています。もっともっと変わりたいです。キューちゃんに都知事選に立候補して伝道してほしいと思います。あのね、政治よりもですね、伝道の方がいいと思いますね。解決は政治ではありません。伝道です、伝道です。皆さん一緒に伝道しましょう。一緒に伝道するんです。皆さんが、皆さんのできる伝道があります。特にネットを使った伝道はいいと思います。ぜひ皆さん、ネット伝道しましょう。ネット伝道しましょう。ブログ伝道、2チャンネル伝道、Facebook 伝道、ミキシー伝道、ツイッター伝道、ね、いろんな伝道があります。ニコ生伝道、スティッカム伝道、いろいろあります。イエス様を述べ伝えることが神様のミッションです。皆さん、皆さんが伝道してほしいのです。もう伝道、この間ですね、言いましたけど、2チャンネルの掲示板にですね、素晴らしい、その証が出てまして、リトルさんブログ伝道とフェイスブック伝道しています。皆さんが伝道したらね、本当に素晴らしいと思うんですね。皆さんが伝道したら本当にたくさんの方にですね、イエス様を述べ伝えることができると思いますね。皆さん、皆さんと一緒にネット伝道しませんか。ネット伝道しませんか。小野さん、僕の放送も伝道部屋ですか、キューちゃん。小野さん、もっともっとですね、信仰的なこと、その、聖書の話とか、そういう話をもっともっとしてください。ね。信仰的な話、聖書の話をどんどんしてください。アメン。アメン。ぜひ皆さん、私はもう繰り返し繰り返し皆さんを励まします。皆さんにチャレンジします。皆さんにチャレンジしますね。兄弟姉妹の祈りと献身、伝道に感謝します。アメン。もうですね、皆さんは油注ぎを受けていますね。油注ぎを受けているので、皆さんは、伝道したいという気持ちもあると思います。小野さん、今テキストを用いてで放送しています。まあ伝道というのはですね、非常に犠牲も多いですね。迫害もあります。困難もあります。本当に大変なことです。大変なことですが、しかし私たちは、イエス様を、伝道することによって私たちは、神様に仕えることができます。神様の御心です、ね。神様の御心です。ですから、私たちは神の国を第一に求めなさい。神の国を第一に求めなさい。私たちは、イエス様を述べ伝えることによって、神様を愛します。神様を愛します。カリスマの素晴らしさを教えてくれて、キューちゃんありがとう。アメン。アメン。昨日は牧師について放送しました。もっと早く放送するようにキューちゃんからも言ってください。はい。今日はですね、神様がそれでもあなたを愛している。
私たちはですね、本当に神の愛を知りました。神の愛を知りました。以前は神の愛を知りませんでした。神の愛、それは十字架の愛です。十字架の愛、それは、自分の敵を愛する、自分を罵る者を愛する、その、憎む者を愛するということです。そしてそのように、この神様は神の愛を十字架で示すことによって、神の愛を示すことによってご自身を表しています。私たちは愛が分かって初めて神が分かるのです。神の愛が分かったから、神の愛が分かったから、神が分かったのです。神が分かったのです。そしてイエス・キリストを信じるときに神の愛が流れ、イエス・キリストを信じるときに神ご自身が私たちのうちに入るのです。皆さん、これは事実です。本当です。事実です。本当です。イエス・キリストを信じるということは、神と一つになることです。イエス・キリストを信じるということは神の愛を受けることです。愛されることなんです。イエス・キリストを信じるということは皆さんが愛されることなんです。神様に愛されることなんです。神様に愛されることなんです。皆さん、多くの人は人に愛されたいと思うかもしれません。でも私たちは人に愛される前に神様に愛されるべきです。神様に愛されるべきです。イエス・キリストを信じるというのは、神様に愛されることなのです。神様に愛されることなのです。そして、神様に愛されて初めて満たされるのです。初めて喜ぶのです。初めて平安になるのです。神の愛によって本当の人間の喜び、平安を感じることができるのです。皆さんは油注ぎを受けて、その神様の平安、神様の喜びを今感じているのです。感じているのです。そして御言葉を聞いて、神様がそれでもあなたを愛している、その御言葉によって、神様が愛しているということを知りました。そしてイエス・キリストを信じるときにその愛が流れるのです。皆さん、神の愛に満たされること以上のことはないのです。神様の愛に満たされる以上のことはないのです。それ以上のことはないのです。肉的な喜びは本物ではないのです。クリスマスカードありがとうございます。いいですか皆さん、本当に素晴らしいこと、神の愛で満たされることなのです。神様の愛に満たされること、それ以上のことはないのです。ですから熱心に求めます。私たちは心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして神を愛します。それは神の愛を求めることです。そして求めれば与えられるのです。それが本当の信仰なのです。それ以外が偶像崇拝です。本当の信仰はイエス・キリストを信じる信仰によって神の愛を受けることなんですね。アメン。アメン。大事なことが分かりましたか？遊戯王をやめた？遊戯王では満たされません。以前は己を誇っていました。今イエス様を誇ります。以前は自分を誇っていました。しかし今はイエス様を誇るのです。ぜひ皆さん、
イエス様を信じる、イエス様に祈る、イエス様に求める、そして皆さんが満たされる、大事なことが分かってきましたか？大事なことが分かってきましたか？本当に大事なことは何なのか、本当に、どこに求めるべきなのか、どうすればよいのか、見えてきましたね。見えてきました。皆さんは本当に、求めてきましたので理解したと思います。そしてさらに深く理解したいと思っていると思います。私たちは、見えてきたのです。正しいことが見えてきたのです。大事なことが見えてきたのです。大事なことが見えてきたのです。ですからぜひ皆さん求めてください。求めてください。招きをします。以前は偶像崇拝していたけど、偶像崇拝しても満たされない、偶像崇拝しても喜びがない、虚しいだけ、虚しい。その偶像崇拝から、この伝道部屋に来て何かを感じるようになった、何かを受けるようになった。それは神の愛です。イエス・キリストを信じてもっともっと神の愛が欲しい人、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、神の霊を受けて、聖霊を受けて、もっともっと、もっともっと本当に必要なもの、神、永遠の命、永遠の命が欲しい、神の愛が欲しい、元気が欲しい、神の力が欲しい人、アメン、アメンと言ってください。アメン、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 素晴らしい。アメン、アメン。天の父様、以前は何も知らないものでした。しかし御言葉によって真理が分かってきたのです。私たちは以前は神の愛が分からず、人の愛を求めたり、欲望的な快楽、この世的な快楽を求めていました。しかしそれは私たちを苦しめるだけで満たすことはできませんでした。むさぼりを起こし、求めても求めても求めても虚しかった。求めても求めても求めても傷つけるだけだった。しかし私たちはそのような偶像崇拝から離れ、イエス・キリストを知りました。イエス・キリストを通して神の愛が受けたのです。神は愛を受けたのです。イエス・キリストを通して永遠の命を受けたのです。本当に本当の愛を知りました。それは神様の愛です。本当の愛を知りました。それは十字架の愛です。イエス・キリストを知りました。十字架の愛を知りました。イエス様、今アメンと言った方々、罪が許されて、あなたの愛を受けることができますように、あなたの愛を与えてください。今、アーメンと言った方々に、あなたの愛を与えてください。満たしてください。満たしてください。あなたの愛で満たしてください。あなたの喜びで満たしてください。肉では決して得られない本当の喜びを、永遠の喜びを、ああ、罪が許された。ああ、神の子になったという、喜びを、状況ではない霊的な真理として受け取ることができますように、イエス様感謝します。リスナーの方々があなたの愛を受けて感謝します。油注ぎを受けて感謝します。喜びを受けて感謝します。真理が分かって感謝します。主よ、もっともっと真理を教えてください。真理を教えてください。真理を教えてください。一緒に伝道できるようにしてください。リスナーの方々が伝道しますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。アーメン、アーメン、ハレルヤ、アーメン。